はい、YouTube 大学競馬学科、学長の柴井でございます。私が、柴井でございます。柴井と申します。よろしくお願いいたします。皆さん、競馬を楽しんでお見えになりますか？今回ですね、今村聖奈さんを、特集いたします。今後間違いなくね、トップジョッキーとなり、女性ジョッキーということでね、ニュースになったり話題になったりすることはもう間違いないんですけれども、それだけにとどまらず、トップまで必ず登っていける、実力があると私は思っています。どんな騎手なのか、どのように応援していけばよいのか、どうやって馬券を買っていけばよいのかということをね、今回特集させていただきます。では YouTube 大学競馬学科、スタートです。YouTube 大学競馬学科スタートでございます。今村聖奈さんのまずはプロフィールの方からね、説明してまいります。2003年の、11月生まれということで、今18歳ですかね。とても若いですね。まだまだ女子高生というか、まあ、女子大生というか、158センチで、47.4 キロとてもスマートでございます。お父さんお母さん、お父さん騎手やってみまして、障害のそうでね、とてもよく、お世話になった騎手でございます。素晴らしいジョッキーでございました。娘さんがね、3兄弟ということで、一番のお姉さんなんですね。とてもしっかりして見える性格なんだろうなというのは、まあ、この時点で予想できますけれども、次女の方がね、ツイッターをやってみえて、とても応援されて見えると、ね、とても可愛らしいお嬢さんだそうで、で三女の方がね、まだ生まれたばかりで、話せる言葉がお父さんお母さん、せいなと、せいな頑張れと応援して見えるそうです。エージェント競馬ブックの小原氏ですね。まあ俗名小原軍団という、福永騎手、岩田騎手、そして岩手騎手のご子息の3名、今はもうトップジョッキーの3名を抱えている、まあ堂々たる素晴らしいエージェントでございます。データから見たね、現状の、今村聖奈さんの良いところと今後に向けての課題というのをね、一応こう書き出してみました。あくまでデータから見た形ですのでね、今後に対してとかいろんなものを予想しながら、判断しながら、これはやっていかなきゃいけないなと思っています。まずはですね、人気サイドでとても強いです。1番人気から3番人気、これぐらいのデータであるととても強いなというのがはっきりわかりますね。いい馬に乗った時にいい馬を勝たせる、これがね、素晴らしいジョッキーの質ですので、現時点ではトップジョッキーになる資格というのを十分持っていると判断できます。そして中距離サイドでとても強いジョッキーですね。さばけます。そして最短距離をつくことができる、
一番最短距離を取ってゴールに向かうことが可能です。インをつけます。インをガツンとついけます。コーナリングがとてもうまいです。全般的にとても器用なジョッキーですね。そして30勝を超えると普通はこの減量というのは取れてしまうんですけれども、この減量というものがね永久に続くという、まあ女性ならではでね、今ルールがございますので、今のいいところをずっと失わずにね乗っていくということが可能であります。とても強い強みであります。課題という点ではですね、今のところ全体的には回収率が、赤字になっております。何でもかんでもね買えばいいという形にはなっておりません。渋谷お前とてもいいことばっかり言っとるけど、わしも応援して買っとるけれどもだな、全然プラスになりやせんぞと、お金は減っていく一方だぞと、まあこういう方お見えになると思いますしね。データから見た感じでは、まあ実際にずっと買ってるとね半分ぐらいになってしまっているので、馬を選ばないとダメですね。きちんと予想してその上で、買わないとダメです。そしてまあ現状ではですね、減量騎手、新人騎手ということで、それほどね良い馬には乗れていないなというのが、現実でございます。なかなかいい馬にねこう巡り合えていない。まあ減量騎手ですんで、今まで勝てなかった馬を減量で何とかしてくれと、このキロ数においてあなたで何とかしてくださいという馬が結構集まってますので、そういう馬ね全部追いかけてしまうととてもじゃないけど回収率プラスにできません。特に短距離サイドではいい馬に乗れていないなぁと思うことが多いですね。今日まあ初重賞制覇、初騎乗でもういきなり重賞を勝ってしまったというね、これでまあ本当は短距離強いんじゃないかというイメージすごく湧いてしまうと思うんですけども、実際にはねああやって前に行ける馬にガツンと前に行ってそのまま押し切れるような馬には乗っていない、乗れていないというのが現状です。現状では1200から1400メートル、これぐらいの距離というのはねなかなか勝てる馬に乗れていないなという形ですね。基本的にはですね前に行って折り合うタイプ、自然に前に行って折り合うタイプですので、不利受けやすいです。そして内枠もね詰まる可能性も出てきます。女性ですんでね坂というのはどうなのかなというのはあります。小倉はねものすごく向くんじゃないかなっていうのはもう最初から分かっておりました。これを撮影しているのが日曜日なんですけれども、ここまで聞くとねどういう馬を選べるのか買えばいいのかというのはなんとなく分かってくると思うんですよね。そして私もギャンブルですので、まあ一つだけ、買ってみました。最初から買おうと思っとった馬ですね。こんな感じです。キングスソードの単勝ですね。3万円ほど買ってみました。スタートしました。まずは先行争いですが、間から5番の K.I. メビウス、内から1番キクノクライフ、さらには6番のエグモントも前に上がっていって、その直後8番ミキノプリンス、これらを追って12番ロードドミニオン、さらに前へと迫っていこうと9番のアファン、さらに10番テイエムシニスター、13番キングズソード、中段で1コーナー回っていきます。1、2コーナー中間で5番の K.I. メビウスが先手を主張しました。リード体半分から4分の3馬身ほど。6番のエグモントが2番手に控えています。1馬身差の3番手、8番ミキノプリンス。あとは1馬身半差4番手、1番キクノクライフ。並んで12番ロードドミニオン。中段に9番アファンと10番テイエムシニスター。1馬身後ろ3番のビジャーヤ。13番キングズソードは中段後ろより先頭までは7、8馬身。ちょっと先頭までの距離を詰めつつあります。4馬身開いて11番のウィン・アボード。その後2番のノーブル・キャニオン。あとは離れました。7番のビオ・マージュ。さらに4番サム・ハンターと続いています。3コーナーにかかります。前の争いは5番の K.I. メビウス、リード体半分。6番エグモント2番手。3番手。首ほどのところに8番のミキノプリンス、前の3頭差が詰まってきました。1馬身差の4番手12番のロードドミニオンが忍び寄っている。5番手ラチ沿いにいます。13番キングズソード今村聖奈、4コーナー回って直線コースに向かいました。前の争いは5番の K.I. メビウス、さらには8番のミキノプリンス、間を割ってこようと6番エグモント進路を探す13番のキングズソード、外からは12番のロードドミニオン、5頭が広がった、左右違が空いた、迷わず選んだ13番キングズソード今村聖奈、先頭に変わった。2番手の争いですが5番の K.I. メビウス、さらには8番ミキノプリンス、12番ロードドミニオン、突き放した13番キングスソードコーリン、2着に5番の K.I. メビウス、3着争い接戦、8番ミキノプリンス、12番ロードドミニオン。スタートしました。
揃いました。綺麗なスタート、ダッシュがついて15番のスティックス、17番ファーストフォース、その内からは5番テイエムスパーダ、今村聖奈が上がっていく、あとは10番名称チタン、さらに内からは3番レジェロ、2番アネゴ肌行為に取り付きます。さらにジジョンはその後です。12番スマートリアン、3コーナーカーブ後ろから3投目、さらに6番名称ケイメイ、7番のスナークスタート、続いて 600m は31秒7です。でも来ない。2番アネゴ肌、8番大勢ビジョン、2着争い、5番テイエムスパーダ、今村聖奈ゴールイン、重賞初騎乗初制覇。